甲賀市にある水口乗馬クラブ。過去に JRA のジョッキーも輩出している名門ですが、一般の人でも通うことができ、3歳から70歳を超える人までが乗馬を楽しんでいます。そこで指導をしているのが山口圭介さん、38歳。乗馬クラブのスタッフとして働いています。しかしそれだけではありません。実は障害馬術の選手でもあるんです。しかも全国チャンピオン。去年障害馬術の日本一を決める大会、第74回全日本障害馬術大会で優勝を果たしました。僕が思ってた以上に、まあすごいことなんかなと思いながら、はい、まあ本当に、まあ馬のおかげなんで、はい、ありがたい。兄が馬のゲームをしている姿を見て馬に興味を持ち、6歳から水口乗馬クラブに通っています。そんな山口選手の相棒はクインティナ、12歳。馬術競技の専門で、性格は頑張り屋さんとのこと。まあ何より足が速いくて障害を落とさないスペシャルホースなんで、はい、もうそれに乗せてもらったっていう、もうほんまにただそれだけ。あくまで謙虚な山口選手ですが、この性格こそが強さの秘訣。馬と常に向き合う真面目な性格から、馬との信頼関係は誰よりも抜群。これが山口選手の強さだと周囲は話しています。山口選手が担当している馬はクインティナの他にも9頭います。朝だいたい5時半から6時の間から仕事始めて、でだいたい最初に馬のお部屋掃除で、まあ、それが終わり次第順番に乗り始めて、まあ、6時ぐらいには終わりますかね。あんま大変とは思ってないです。まあ、そういうのは手かける分だけ変わりますし、やっぱりそれと同時に愛着も湧いていく。そんな山口選手が目指す先は意外なところでした。オリンピック目指しますとかね、思ってないんですよ本当にもうほんまに普段僕やっぱり一乗馬クラブのインストラクターなんで、まあ、馬を僕のその乗る技術で良くすることもできるし、日本一になりたいとかオリンピック出たいとかっていうよりかは、まあ上手くなってそれを、まあね、乗馬習ってもらってる方にもうより楽しんでもらえるように伝えていきたいなっていう思いの方がどっちかって言ったら強い。まさに人馬一体、馬と共にどんな障害も飛び越えていきます。